えー、バーナードウーと申します、えー、私はですね宇宙宇宙のこともいいんですけども今日はですね「あの走る図鑑」という漫談をしたいと思います。えー、まああのこ,この間は歩く図鑑でしたけど今日今回はあの走る図鑑ということでまあ通行人が走ってますね。 でそこにですねあの新聞を読む男が出てきたんですけど今度はですね読書をする男がこうベンチに座ってましてねそのベンチに座ってるんですけど読書がこれぐらいいいの、もうすすんんごい大きいあの本なんですね。だからですねこ,こうやってこうやってこうかなこうかなあこうかな,うかなと書いてまあいろいろやってるわけなんですけどもこうかなとこうかなと。こうかなと まあそうやって本をこうやったり読んだりこうやったり読んだりこう読んだりこう読んだり,こう,んだりこう読んだりしてるわけなんですけどね。でまああのー、そこにですねまた走る男 B が出てきましてねウン,ベン走りますね。でそこで走りましてねほんでそれからですねあの車が出てきまして車車、えー、運転する男 A が出てきましてねベンベ ビャン,ンと行きましたね。でまた運転する男 B が出てきましてね。と行きましてね。そうしたらですね町にこうバーッとビルがビャーっと出てきましてね。でビルが出てきたところにですねそこにですねまたですね。あの UFO がですねブワーッと降りてきましてね UFO 降りてきて UFO を運転する男 A が降りてきましてね UFO こう運転してるんですけどねこういう動きも運転中になるんですね UFO だか,だからですね。で UFO っていうのはですねブワーッといってですねうっとくってブーッといって飛んでいくわけなんですけどもでですねあの航空統制官、A、あの指示する男 A が出てきましてね 飛行機アドバイスティエアブラインダバセツボアドバイステエアブラインダバセツボアアドバイスティエアブラインダバセツボと言うてるわけなんですね。でですね私はですね考えました。でそれから十五ほどたったところでしょうかあの町にこう出てきましてその航空当選会のそこから 出てきまして私が航空統制官のところでちょっといたんですけどまたそこから降りてきましてねで、飛行機にちょっと乗りましてねで、飛行機に乗ってですね、えーっと飛びました。で飛んで行ってどこ行ったかというと宇宙に行ったわけなんですね宇宙飛行機なんですねでまあ宇宙飛行機で飛んで行って惑星にザーッと行くっていう感じでですねあの飛行機技術も宇宙技術も交互に発展しまして宇宙に惑星に飛行機が飛んでいくこともできるようになったんですね。 これはもうすごい発見やったんですねその当時ではですねまあそういうことです